今日は数と式の26循環小数のその1をやるよまずは今日のテーマとポイントを確認しよう今日のテーマは循環小数ね循環小数その1分数から循環小数に直すよいきなりポイントを確認しよう循環小数ちょっと難しい位置に見えるけどこの循環っていうのは繰り返すという意味ねつまり 循環小数っていうのは繰り返す小数のことことれを押さえようじゃあ具体的に繰り返す小数ってどういうことかっていうとそれはこの例えば3分の 1, 3分の1っていうのはこれ 1÷3 のことね 1÷3 のことで計算するとこうなるんだ3分の1っていうのは小数で表そうとすると0.33333 33333333とめちゃくちゃ続いていって式表せないよねこれこんなに書けないからこういう繰り返す小数のことは決まりがあるんだ0.3でこの3以下は同じでしょうという意味で3の上に丸ポッチをつける。 0.3に丸ぽっちをつけるだけでこの0.333333333っていうのがちゃんと表せちゃうんだよね。便利だよね循環小数。同じように99分の12これは 12÷99 のことで計算していくとこうなる。ということでもう疲れちゃうぐらいになるんだけど。 これもね循環小数を使うとこうなる。見るとどこが繰り返しているこの場合はこれを繰り返しているから0.12と書いてこの上に黒丸を2つつける。そうすると0.12121212これを表すことができるんだ。 循環小小数数は繰り返す小数具体的にはこの黒ぼっちを頭の上につけて表すよじゃあ早速例題見ていこうじゃあ例題一緒に解いていくよ次の分数を循環小数で表せ1見ると分のねこれを小数で表したいんだでこの3分の2っていうのはねこれおさらい小学校のおさらいなんだけど 2÷3 のことこれを3分の2で表すよじゃあ計算していこう 2÷3 っていうのは割り算の計算ね忘れてる人はこういうふうに思い出そう 2÷3 はこう書くよ2を書いたと屋根をつけて3を置くそしてこれで割っていくんだで 2÷3 まず割れないから0を入れて小数点を置くその後で 今度は20を3で割るそうすると0.6になって6318で20から18を引くと2が残るそしてさらにこの3で20を割ると6で18と出てきてさらに2が出てきてこれ割ると6ということで0 6 6 6 6 6 6 6 6と続くわけね。 でこれ問題がもしね次の分数を小数で表せだと0.66666とずっと書き続けてテストの時間が終了しちゃうぐらいになっちゃうんだけどラッキーなことに今回の問題はこれね循環小数で表せば、OK、だからこれ全部書く必要ないつまりこの2丸3の部分ちょっと消しちゃうけど0.666と6が続くんだから0.6で これ以降は続きますよという意味で6の上に黒丸をつけるこれで答え完了ね循環小数って便利だよね2番今度は6分の1これは式でいうと 1÷6 のことじゃあ計算しよう割り算を据えた人は今思い出してね1を書いた後と屋根をつけてこう6とするで まず1 6割れないから0を書く 0. で1.0になって今度は6で割るとここ1だね10を6で割って6で残った410とでこの40を6で割ると6636でまた4が出てきたということは6が出てきて0.166666と続くと。 とということは、うん、さっき覚えたばっかの循環小数を使って6が繰り返すんだからここに黒丸を打とうつまり0.1626666と続くのを書くのは面倒だから黒丸をえいと置いて循環小数で表せた今日のポイントは循環小数続くときにはこの黒丸をポチッと押せば OK。 じゃあ今度は練習ねここれも一緒に解いていこう次の分数を循環小数で表せ括弧1を見ると9分の13ねこれも式の意味としては上の13を9で割ってくださいという意味ねじゃあ分数の計算やっていこう割り算をやると13を9で割るからまずは13を書いたと9ってであるで見比べてどういうふうにするか。 まず13割る9 1で割れるよねつまり139として余りが4この余りの4をさらに割っていこう1点今度は小数点がついて9で割る40を9で割ると四三36だったから4を書く四三36かけたものをここに書くそうするとお気づいた人いるね 40-36は4が出てきて40この40をさらに9で割るとくでまた4が残ってく36ということで44 44と続くことになるここまで来たらもうあとは答え書くだけつまり1.444とか分かったら続くこの繰り返す4の部分これを循環小数で表そう。つまりの上に この黒丸をつけてこれが答えねじゃあ2番最後に11分の5これを循環小数で表すよ11分の5というのは上の5を下の11で割るつまり割り算の式にすると5を11で割るで0で50を11で割ると4 4 4で残ったのは6 この6をさらに5で割ろう 11×5 は55だから55で残ったのは510でこれは4で割れるから44といくんだけどこのあと残ったのが6で見て規則性に気づいた50を4で割って60を5で割って50を4で割ってさらに残った60を5で割ってということで。 45 45 45 45こう続くのねで2つ続いてきたら0.45454545の両方ともに黒丸をとつまり0.45に黒丸2つを置いてこれが答え今日のポイントはこの循環小数漢字難しいけど循環小数繰り返す小数のことね。こうやってて繰り返すが出てきたら 一万先頭のところにポチっとく2つ繰り返したら2つの繰り返したものにポチっとくそうして答えを書いてやれば循環小数としてあらせるよ今日のポイントをおさらいしよう今日は循環小数がテーマだったね循環というのは繰り返すという意味繰り返す小数を循環小数というよ 具体的にはこの0.33333333333みたいなのは0.3に黒ポッチ0.12121121212ちょっと噛んだけど12みたいなのは1と2に黒丸をポチポチとつけてこうすれば循環小数として表せるよ。